嵐が来ますね、父上。ああ。敵将末春方は兵法に通じ、誇り高い人物と聞いております。実に策にかけやすい相手だね。厳島は瀬戸内海の要所、毛利が手を出せば敵は大軍を率いて一気に勝負をかけてくる。この嵐、海を越えて援軍は来ない。油断した敵を奇襲するのですね。その通り。狭い島に大軍では敵は身動きすら取れない。兵力差を覆すにはこれしかない。ですがただ一つ。なんだい高影。もし敵が厳島を脱出し再起した場合、我らの兵力ではもう対抗できません。そうだね。でももう手は打ってあるんだろ。海賊衆を味方につけました。厳島からはアリ一匹逃がしません。上出来だ。では行こう。